高知でも昨日と今日はしとしとといった感じなんですが、久しぶりに畑が湿る程度に雨が降っています。土砂降りじゃないので土の中までよく濡れるという感じではないんですが、それでも助かりますね。それまでは日照りで葉焼けしていたバナナの粉へなんかでもやはり雨に濡れると葉焼けしていない部分は生気を取り戻しますよね。明日もちょっと涼しそうですが、明後日からはまた最高気温が33度、34度になるみたいなので、まだすぐに秋になるというわけでもなさそうですが、そろそろ秋に向かっての準備もしていかなければと思って、サンルーム内でバナナとかパパイヤを秋から冬に向かってどうするかということを考えてレイアウトを修正しているんですね。これはタイベジタブルバナナなんですが、あと9月いっぱいまでは葉っぱをもう何枚か出すと思うんですが、それであと数枚出したにしてもサンルームの天井にあまり使えない状態で緑葉を保持したまま成長停止に入って、そうして来年の、まあ、新葉が出てくるのはおそらく4月ぐらいだと思いますので、外出しするのは4月から5月のどこかの時点でしょうね。で、それまではこの高さが低めのサンルーム内で草丈がギリギリで間に合う程度の苗としてのタイベジタブルバナナを昨日ここにこのように、これは口径35センチメートルの不織布ポットに植えたんですね。まあ、ある程度の太さの家系を持っているバナナ苗の根っこというのは通根タイプの不織布ポットはある程度破って根が外に出ますので、完全な根域制限にはなりません。完全な根域制限を狙うならば遮根タイプ、根を遮断するタイプの不織布ポットが売っていますから、そういうものを使わないといけませんね。この通根タイプ、根を通すタイプの不織布ポットの場合には太くてたくましい根は外に、地中で不織布ポットの外にある程度出ていきます。しかし通根タイプであってもある程度の根域制限にはなりますから、それで
あと、信用が出る1ヶ月ちょっとの期間と、ある程度の婚期制限と勘案して、まあ、この程度の苗なら、なんとか来年の3月いっぱいまで、あるいは4月中旬ぐらいまでは大丈夫だろうというバナナ苗をここに配置して、そうして緑葉保持のままデグレードをなるべく少なくして、来年の4月から5月にかけて外出ししたいんですね。似たような発想で、ここに植えてあるのは、こちらのタイベジタブルバナナよりは少し草丈が低いんですが、ピトゴバナナですね。これの方は、ここにやはり口径35センチメートルの不織布ポット、通根タイプの不織布ポット、不織布ポットに植え込んであります。こちらはタイベジタブルに比べて開径が一回り小さいので、おそらくこの通根タイプの不織布ポットにの外に根が出ていくことはまずないんじゃないかと思っていますが、やはり9月末までは葉っぱを複数枚出してきますので、まあ天井に使えることはもちろんないと思いますけれども、もう一回り大きくなって、その姿でおそらく成長停止して来年の4月ぐらいまでここで過ごすことになって、このタイベジタブルバナナと同様に来年の4月から5月に外出しするつもりなんですね。まあ、私が持っている環境としては、このサンルーム、一番高いところと言っても端の方、家と近接している方はそうそう使えませんので、それからやや中央に向かった方っていうと2.7メートル、せいぜい高さ2.7メートル、南の方では2.5メートルぐらいですから、その範囲内で天井にあまり使えることなく緑葉を保持したまま、何ヶ月か寒い時期をこのサンルーム内で過ごすことができて、来年の外出しに資することができるようなバナナ苗を今配置替えしてるんですね。まあ、他にもあるんですが、またおいおい作業が進んだ段階で撮影していこうとは思っていますが、昨日はとりあえずこのタイベジタブルバナナとピトゴバナナを通根タイプの不織布ポットに植えて、それを地中に埋め込んだところなんですね。ちょっと離れてみますと、まあ天井との関係がこんな感じですね。手前の葉っぱはなんか天井に触れそうに見えるかもしれませんが、実際には反対方向から写しますと、こんなふうに1メートルまではないんですが、5、60センチ以上は空間、スペースがありますね。